パリ五輪後に海外移籍続出、 U23 日本代表選手は引く手あまた。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。 U23 アジアカップ2024で優勝を成し遂げ、今夏のパリ五輪出場も決めた U23 日本代表ですが、欧州のクラブから引く手あまたのようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はトースポウェブから。 U23 アジアカップ、カタールを制覇した日本代表イレブンの欧州進出が加速しそうだ。すでに7月開幕のパリ五輪出場を決めている日本の国内組について、公認資格を持つ選手代理人は、 U23 アジアカップを欧州クラブのスカウトや代理人も試合を見ているから当然だけど、これから声がかかるやつもいる、この夏も海外移籍する選手は多いんじゃないかと、パリ五輪後にも大量流出する可能性を指摘した。実際に東京五輪には多くのイレブンが海外へ進出、同五輪は新型コロナウイルスかの影響もあって通常18人のところ22人登録に変更となったが、日本はオーバーエイジ3人を除き19人中11人が国内組だった。しかし同大会後にはミッドフィルダー三笘薫、ブライトンやフォワード前田大然、セルティックが新たに7人もの選手が欧州クラブに移籍、ステップアップを実現している。 J クラブの強化担当も、海外のスカウトは若い選手を欲している、本当は10代の選手がいいらしいけど23歳以下の五輪組もそういう話が出てくるのは間違いない。名前は言えないけど何人かの選手はもう海外クラブと話をしていると聞いていると明かしていた。すでに U23 アジアカップを戦った日本代表メンバーでは、エースフォワード細谷真央、柏にサンダーランド、イングランドが興味を持っていると地元メディアで報じられており、ミッドフィルダー松木玖生、 FC 東京にもアストンビラ、同が関心を示しているという。他にもミッドフィルダー荒木亮太郎、 FC 東京やディフェンダーハンダリク、 G 大阪らに欧州進出がささやかれている。今大会にはクラブ事情などで参加できなかったミッドフィルダー久保建英、レアルソシエダードがを除き5人の欧州組が参戦していたが、パリ五輪出場やアジア制覇を果たしたことでさらに多くの選手が世界に羽ばたくことになるはずだ。このように報じています。近年欧州での日本人選手の活躍により、日本の若手選手に対する注目度がより高くなっている状況ですが、今回の U23 アジアカップの優勝で選手たちの注目度はさらに高まったのかもしれません。では次にこの記事に対するネットの反応を見ていきましょう。良い流れだと思います。 J リーグのクラブとしては手塩にかけて育てた選手が移籍するのはきついかもしれないけど、日本サッカー界としてはプラスの面が多い。五輪で結果を残して多くの選手にステップアップをしてほしい。パリ五輪は7、26、8、11です。五輪の結果は大切かもしれませんが、実際は大会前にほぼ移籍は決まります。大会後に決まるのはよほど良い活躍し、かつそれまでスカウト網に引っかかっていなかったような選手だけ。今回のメンバーの中ではすでにベルギーに行っているチマは5大リーグでやれる力、うまくいけばかなりステップアップできるかもしれない。早いとこ海外でやった方が良い。ウズベク戦見てなおさらそう思ったよ。もともとオリンピックってサッカー界ではそういう立ち位置だしね。荒木は FC 東京に移籍したのが本当良かった。鹿島では怪我と不調だったけど、移籍してフルで出て調子をトップフォームを取り戻した。海外組はますます層が厚くなり、次のワールドカップはこれまで以上の結果期待できそうですね。まずは18名に残ることですね。オーエー3名入れるなら残り15名、ゴールキーパー2枚なら残り13名。名前に挙がっている選手が海外で活躍するイメージが湧かないが、とにかく頑張ってほしい。海外組だけど国母もトップチームで出られるところに移籍しないのかな。どちらもキャラがな。まず細谷も松木もチームに馴染めるかが問題だな。 W 松木は早く行ってほしい。日本ではもったいない逸材。 U23 では遅いくらい、早く行った方が良い。細谷は首が太いのがいいね。彼や家長みたいな首太選手は好き。いけ、いけもうそういう時代。
いずれもまだまだ本戦で活躍しないと。さまざまな声があるようですね。海外移籍に関しては誰がうまくいくのか本当にわからないですよね。過去の海外移籍を見てもどれだけ才能があっても海外に馴染めず日本に帰ってきてしまうケースもあり、サッカーの実力以外の面も問われてきますし、さらに良い指導者に恵まれるかなど運的な要素もかなり重要です。ただ逆に言うと行ってみないとわからない面も大きいため、若い選手たちにはチャンスがあればぜひトライしてほしいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。